ニーチャニアでーす。ってことで、サンリオキャラクターの新キャラ性能出ていますので、また見ていこうと思います。やっぱりね、ファイナルファンタジーだったりとか、電撃コラボ引いた方、そして交換した方が優遇されるような感じで、新キャラが出てるかなという感じでございますかね。はい。で、今回はね、星5キャラクターですね。はい。ということで見ていこうと思います。あ、そしてですね、ぜひともね、声かだけでもよろしくお願いします。私、情報動画どうしても伸びづらいので、声かだけでも押してもらえると、嬉しいです。よろしくお願いします。もちろんね、チャンネル登録、通知をしてない方もね、ぜひ押してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。さあ、ということで、まずですね、アヒルのベックル、ペックル。まあ、ベカペカわかんないですけど、アヒルです。はい、こちら。リアリティ5ですね。金のキャラクター。なんか、テイレアなのかな?だけど、それにしては武器強いよね。チーム回復3つに、神キラーに体力キラー、5ターンのスキルで消せない覚醒無効回復をします。で、ロック解除して、水と回復を4個ずつ生成ですね。うん、なるほどね。チーム回復3つってか、キラー2個持ち増えすぎじゃない?この当たり前のようにキラー2個持ちになってますね。神キラー、体力キラー持ちでございますと。うん。これ、多分、テイレアだから、ケイリアでこの武器はだいぶ強いですね。で、しかもスキルも消せない覚醒無効回復で強いと。はい。いう感じでございます。そして本体こちらです。バインドスキブ4つ、封印に、樹脂3つ、ウェイ4つに、全パラ強化ですね。全パラ強化ついてる割にやっぱエステが低いですね。8000、7000だもんね。これ全パラ強化でこれってことは実際はもっと低いわけだから。まあ、レアリティテイリアなだけあって、捨ては低いかなという感じ。ただ5ターンのスキルで消せないドロップを回復して、覚醒無効も解除するから、それは強いかなと思いますね。はい。で、ロック解除して、水と回復を4個ずつ生成です。5ターンのスキルで水と回復作ってどうするんだろうね、とは思いますけど、ただ消せない覚醒無効回復枠ですね。まあ、そもそも水パックも人が少なそう。で、一応リーダースキルが水4個つなげて消すと、軽減26倍固定1ダメージ。水属性の HP が3倍回復力4倍ですね。ああ、なるほどね。3倍軽減回復力4倍なんだ。はい、まあでも、うんって感じですかね。はい。GS シアとアヒルのベックルでございました。はい。ということで、続いてです。はい。続いてのキャラクターは、はい、こちらで、あ、出てない。はい、こちらでございます。はい、シーウルフですね。ポチャコがシーウルフになりましたと。はい、こちらです。はい、で、変身キャラクター25ターン変身、3ターン変身としながら変身します。25ターン変身、3ターン変身としながら変身か。で、変身前に月ぶ肉持っていて、L 字2つ。変身後がこちらですね。火、水、同時攻撃リーダーだ、やっぱり。はい。シール風ポチャッコ。こちらがバインド封印、L 字2つ、7C8 個に無効貫通2つ、6ターンのスキルでロック解除して、三色陣これ。あ、そう。あ、三色陣なんだ。そうですか。で、2ターンダブル吸収となっております。いいですね。はい。なるほど。という感じでございます。ダブル吸収枠なんだね。なるほど。ってことは、ダブル6ターンでダブル吸収、6解除陣か。ちょっとした、あれですね。パーティーのダブル吸収枠で使えますね。あと、ダブル、陣があるってことは、レイランバードとかもそうなんですけど、花火返せるんですよね。なので、シャナのサブとしても使えるかなと思います。はい。ただ、無効貫通持ってるから、最適サブではないよね。どう見てもね。はい。って感じです。シルフポチャッコでございました。リーダースキルは火、水、同時攻撃で半減13倍、4コンマ加算、全パラ 2.3 倍です。これダメージないんだ。2.3 倍半減で、倍率高めですね。で、4項目差もありますと。ダブル吸収と陣です。まあ、ダブル吸収陣がいいですね。はい。あ、そうだ。パティもそうだしね。はい。ということで、続いてです。あ、すいません。違いました。はい。続いてこちら。ケロケロケロッピーがノーチラスになりました。ということで、ケロケロケロッピーノーチラスでございます。こちら、スキム肉はやっぱ25ターン変身、3ターン変身とですね。同じくです。で、変身後がこちらですね。7C4 つ、7C8 個でした。ね、無効貫通2つ。同じ覚醒だね。なるほどね。で、5ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効を全回復。ロック解除して三色陣。また三色陣だ。とにかくギミック対応。何かしらの役割プラスロック解除陣ってことなんですかね。これはおそらく。はい。いいね。はい。消せない覚醒無効バインド回復プラスロック解除陣が強いのはレイランバードで証明されてますから、もちろんダブル吸収の陣が強いのもパティで証明されてるんだけど、やっぱ陣って強いんですよね。しかもこれが5ターンで打てるのだいぶ強いんじゃないでしょうか。で、リーダースキル。指12秒固定で木を6個つなげて消すと33倍激減3コンボ加算でございます。うん。12秒固定激減。まあ、うん、固定ダメージがまたないね。全部固定ダメージないのかな、これ。はい。まあ、指12秒固定、33倍激減、3項目加算。まあ、弱くはないけど、でも、木のパーティーリーダーでは使わないよね。やっぱサブかな?これも。ノーチラスケロケロケロッピー。ケロケロケロッピー一番好きです、私ちなみに。はい。まあ、悪くないですね。7C8 個無効貫通2つです。はい。ということで、続いて。続いてこちら、あ、ブラ、え?あれ?ロイヤル、ロイヤル。はい。続いてブラックバードです。
はい、もちろんバットマ、バツマル、バットバツマル、バットバツマル、こちらブラックバードに扮していますと、バインドスキブ2つ、封印にたこ焼き2つで変身します。25ターン変身、3ターンヒストで変身しますと。で、変身後こちらです。はい、さあ、バインド封印、たこ焼き2つ、指に受信密無交換通風、やっぱ火力高いですね。で、ブラックバードバツマル、これですね、私かなり期待してます。なぜならばハロウィンで闇属性がかなり強化入ってるからです。はい、あれ、ちょ待って、あー、3ターンのスキルで6解除して、上段1列を闇に、下段1列を回復に変化。で、上限解放70億しますということで、種属性、副属性で140億出せますねということですね。はい、一瞬めちゃめちゃ強いスキルに見えたけど、別にまあ普通のスキルですね。ただ、これさ、3ターンループで、毎ターン列消しができて、しかも回復4消し以上の6作るんだよね。5、6番目でも6個作るから、ちょっと強いね。はい、しかも固定生成だからさ、変換じゃないから、火薬花火とか、そういう花火系にも強いですね。花火に強いのはいいですね。で、リーダースキル。闇2コンボで半減、12倍5コンボ加算。5コンボ加算。で、闇属性の全パラが 2.3 倍です。あ、そういう感じか。これ私、列で戦うって感じ。列とか無効かつ組むという感じかと思ったけど、この列で作った闇を分割して3-3にして2コンボにしろってことなんですね。はいはいはい。ということらしいです。なるほど。ありですね。ありです。しかも、最近ちょっとね、闇の無効貫通組むパーティーが流行ってるので、この冬無効貫通受信3つっていう迫力覚醒もいいですね。はい。という感じになってます。ブラックバード、バット、バツマル、バット、バツマルでございました。いいですね。はい。ロボットなんでこれさ、シールフとノーチラスとブラックバードの3つだけなんだろう。他のデイトナーは？あ、デイトナーもいるわ。あれ、もしかしてロイヤルノーチラス？あ、いるわ、ロイヤルノーチラス。すいません、いました。忘れてた。あの、L 字たくさん持ってるやついたわ。そうだった、そうだった。いるんだった、いるんだった。はい。ということで、これで全部になったのか。ロボット系ね。はい。そして、続いてが、はい、こちらですね。ウィッチネリキティ、ハローキティ、ガチャドラキティなど、既存コラボキャラクターも能力とせされます。ということです。コラボ詳細は明日。はい。まず、ウィッチネリキティが受信4つ無効貫通浮遊になりました。あれ？火力高っ。火力高っ。これさ、え、火力高っ。あ、ネリキティ変身だわ。びっくりした。これ変身キャラクターです。あれですね。私これ変身、非変身かと思ったけど、これ変身キャラクターだね。変身後です。受信4つ無効貫通に浮遊ですね。で、3ターンのスキルで1ターンの間ダメージ吸収。自分の火力が5倍。1ターンの間上限80億ですと。で、リーダースキル。闇属性の HP と火力が4倍。指3秒延長。闇6個消し1個につき3倍3コンボ加算ですね。で、これ76番面なんですよ。ウィッチネリキティね。だから、式神使って、式神使うと闇を6個6個生成でね、闇6個消し2個できるんですよね。で、ネリキティで強かったっていうのを覚えてます。はい、皆さん覚えてますでしょうか？ 76 リーダーなんですよね、これね。はい。ということで、続いてこちら。イデアルシナモンです。これがバインドスキブ2つ封印に、指2秒にガドブレに4色強化4つ、外服泥強に浮遊です。6ターンのスキルで1遅延しながらダブル吸収と6解除はせずに6色陣でございますと。まあ、イデアルシナモンは相変わらずかな。まあ、火力は高くなったけど、スキルが、まあ、短くなったね、でもスキルもね、遅延とダブル吸収なので、でまあ、陣、うん、まあ、まあ、悪くはないんですけどね、まあ、いいかって言われたら良くもないよねって感じ。イデアルシナモンでした。はい。まあ、4色で半減、男女36倍4コンボ加算、ドラゴンタイプの HP と回復が 2.2 倍。まあ悪くはないんですけどね。悪くはないんですけどね、止まりという感じ。続いてこちら、あ、いたいた、ハンギョドン、ロイヤルオークね、そうなんだよ。ハンギョドンがロイヤルオークなんだよね。さあ、こちらも変身キャラクターだったよね。で、L 字が10個になりました。はい、すご。で、2ターンのスキルで6解除して、水を5個生成。で、水ドロップを強化して1ターンの間、自己力が10倍です。リーダースキル、落ち込むなしで、水属性の HP と火力が 2.2 倍。L 字消し、水5消し、L 字消しで半減11倍3項目加算でございますということです。ここで、L 字消しなんだね。あれ使わせてくれるかと思ったけど、三枝真由美系使わせてくれると思ったけど、L 字縛りということです。リーダースキル。はい。そして、ハローキティガチャドラです。あー、いたね、こんなキャラクターね。冬樹シーン3つで火力は高め、お邪魔耐性持っています。で、ロック解除して回復以外から闇を5から10個生成の全ドロップ強化。ランダムスキルなんだ。これさ、3ターンのスキルで火10個毎ターン作ったらめっちゃ強くない？運よく。はい。で、リーダースキル、回復マシン、ドラゴンタイプの全パラが 3.3 倍、火2コンボでダメージを半減、9コンボ加算、あ、じゃ9、8倍いい3コンボ加算ですね。倍率は 26.4 倍かな。はい。で、コンボ加算もあって、で、全パラ 3.3 倍軽減だから体力、回帰力もありますね。
で、非2コンボだからちょっとシャナかなと思ったけど、まあわざわざこれをリーダーにする必要はないよね、別にね。まあ相方にならなくはないけどって感じです。はい。ということで以上です。あとの詳しい情報は明日出るそうですが、今日はロボットシリーズだったんだね。全部のロボットが出揃いましたよということでございました。はい、ということで以上です。よかったら、面白かったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知をよろしくお願いします。ステイロー見た感想もぜひコメントによろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。